はい、情熱指導家マイピーです。今見られてたと思うんですけど、僕がいつも体幹ランニング後にやってる懸垂を今日はちょっとお届けしたんですけど、ただの懸垂じゃなくて、見てください、これ実はサッカーゴールなんですよ。でこれね、タッチすると分かるんですけど、こういう風にブヨン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 動くんですよ、サッカーゴールって。で、通常懸垂とか鉄棒とか固定された状態の中でやることが、まあ、当たり前って言えば当たり前なんですけど、たまにですね、僕こういう風に動くものの中で、体を上下、腕の力を使って上下させるっていう運動も取り入れてます。どういうことかっていうと、やっぱり固定されたもの状態で自分の体を上下させるのと、自分が動けば動くほどあの棒だったりも揺れますので、余計に自分のバランスを取ることが難しくなるんですよね。で、動けば動くほどやっぱり不安定になるんで、余計に体の軸だったりとか、まっすぐを意識して体を上げようとしないと、やっぱり体がうまく上がろうとしないんですよね。で、うまく上がっていかない。で、なおかつ、固定されたもので自分の体を上げるよりもきついんですよ。もっと普通だったらサクサク上がるんですけど、やっぱり動くものなんで余計に神経と力を使うので、やっぱりいつも以上にエネルギーが必要になってくるんですよね。さっき見てもらってたら分かると思うんですけど、相当しんどがってると思うんですよね。これでも毎日やってるんですよ。だから通常の鉄棒だとサクサクいくんですけど、やっぱ動くものの中だとやっぱああいう風になってしまうっていうのが現状ですね。ただそれだけいつも以上にエネルギーも使うし、体幹っていうその真ん中の軸だったりとか、ブレをなくすための、まあ、意識にもつながってきますので、まあ、そこら辺がね、いつもと違う動きにもつながってきますので、また不安定要素がたくさんある中での安定しようという動きにつながってきますので、まあ、こういうこれに限らずですね、動くものであれば何でも使えますので、まあ、ぜひね、機会があればチャレンジしてみてください。で、たまに聞くんですけど、私懸垂できないからとかおっしゃる方がいらっしゃるんですけど、もちろんできない方でも上げようとするっていうことが大事ですし、で上がらなくてもその掴むことによってこの握力を鍛えたり腕の力を使うことになります。で持って体を支えるだけでも自分の体重が負荷になっているので、それだけでもいいトレーニングになっているんですよね。だから物を抱えるというよりも自分の体を支えることになりますので、自然な動きになりますので、その中で自分により良い筋力だったりとか負荷をかけることができるということになりますので、まあそういう意味でね、できない人でもぶら下がるだけでも効果があるということで、頭の中に入れてもらえるとまたやりやすいんじゃないかなと思います。今日もありがとうございます。